飛び湯にチャレンジクイズということで、柿のチャレンジは、寺蔵さんに DM を送ったら何分で返事が来るのか、というのもね、試していきたいと思います。はい。寺蔵さんなんですけど、ちょっと返事がね、遅いっていうイメージが俺の中であるんでね。例えばこの1個前の DM は、返信までに3日ぐらいかかってますね。はい。なので、まあ、これを考慮してね。何分じゃなくてもう何日とかになっちゃうかもしれないけど単位やっていこうかなって思います。はい。で、今回送る文章はこれです。寺蔵さんお疲れ様です。ちょっと話あるんで5分くらい時間ありますかっていう、まあ、ワンチャン、ちょっと大事なことなんじゃないかなっていう。はい。もしかしたら、なんか、とんでもないことがあった感もちょっとあるっていう、DM です。まあ、こういうのだったらね、割と、多分早めに返事来るんじゃないかってね、思ってるんだけど。ゲームのお誘いとかじゃなくて、こういう感じのなんで、ワンチャン返事早いかもしれないですけど、じゃあ、12時45分になったんで、送ります。はい。はい、送りました。これで、何分後に返事が来るのか。ちょっと1時間ぐらいしたらもう一回撮ろうかな。でもね、寺田さんオンラインだからワンチャンすぐ返事来るんじゃないかな。なんと、もう来ちゃいました。14時35分なんで、12時45分に送ったから、110分です。早い。もっと遅いと思ったけど、すごい。しかも反応遅れてすいませんって言ってる。寺蔵さん、いやーなんか、ありがとうございます。結果は、寺蔵さんが返信までにかかる時間は、110分でした。はい。ということで、今私は、高山駅に来ています。時刻は、午前4時46分です。なぜこんな時間にね、ここにいるかっていうと、飛び湯にチャレンジクイズで、10キロ歩いたら何歩になるかっていうのをね、問題として出したくて、ここに来ました。はい。もう昼間だとね、暑いんで、暑いからあえてね、この早朝に、来ました。で、本当は昨日来ようと思ってたんやけど、寝過ごしちゃったんで、今日は寝過ごさないように徹夜で来ました。はい。で、まあ別に、うちの近くぐる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 10キロ歩くのもまあいいんやけど、まあせっかくなら、こんなね夜中に観光地行くことないから、まあちょっとそういうのも楽しみつつ歩いていこうかなって思います。で、ここに来るまでに、まあ、これだけはちょっと歩いちゃったんで、0.25キロ388歩は歩いちゃったんですけど、まあこれも込みでね、10キロ歩いていこうかなって思います。結構最近立て直してすごく綺麗になったんで、はい。まあ、観光に来る方はね、参考にしてみてください。はいはいはい。わあ、こんな感じね。いや、マジで夜中っていうか、こんなね、太陽の昇る前に来ることないから、マジで新鮮だな。なんかすっごいおしゃれな旅館？旅館かなこれ。旅館がある。いいね。あー、マジで人いない。すごいな。ここね、本当。特に土日祝日はね、もう
すっごい観光客の人がたくさんいるんだけど、さすがにこの時間はもう誰もいない、誰もいないし店も何もやってない。このお店がねめちゃくちゃ混んでるんだよね、いつも。もうここら辺ずっとずらーっと行列ができてて、もうとてもとてもね、あの並ぶ気にならないぐらいの。あ、でほら、しかもスープがなくなり次第終了だから、早く来ないと、早く来て並ばないと食べれないってことね。まあ、こんな感じですね。でここの川でね、あのカモとかコイとかがいて、で餌が売ってあるから、そのカモだのコイだのに餌をあげて楽しむことができるみたいな、そういうところですね。でこれがなんか何なんだろう、なんか鬼がね、鬼の石像みたいなのがあったりとか、よくわかんないけど。古い町並みです。びっくりした。今さ、あのエアポッツつけながら歩いてるんやけど、5時の目覚ましアラームが鳴ってめちゃくちゃびっくりした。今もうこんな感じでね、アラームつけて、まあどうせ徹夜したから意味ないんだけど、こんな感じだったんでびっくりした。はい、全部切っとこう。あおー、逃げられた。僕がお土産屋さんで働いてた時に、よく商品を卸しに来ていたところです。ここもすごい大きいんでおすすめです。はい、屋台会館、なんだなんだ違うか、なんだこれ、高山祭り屋台会館、はい、に来ました。おお、この提灯がいい雰囲気をね醸し出してますね。鳥居も大きいし、俺はだいたいこういうとこ来ると10円玉をね入れて登録者10万人行きますようにっていう祈願をしてるんですが、今日は財布持ってきてないんで、できません。あ、でもちょっと喉が開いたから水飲んでこっか。3.03 キロ歩いてますね、もう。で歩数も4116と、まあ10分の3割ったんで、意外ときつくないから余裕そうだねこれ。まあ、体力的には問題ないね。めちゃくちゃ朝焼けが綺麗だけど、これ伝わるかな、カメラ越しで伝わってるかなこれ。なんか朝焼けが綺麗な日は雨が降るみたいな
そういう話聞かない。いいね。はい、でこの先を右にまっすぐ行くと長野県ですね。はい、飛騨地区で一番偏差値が高い高校の飛騨高校に来ました。まあ、大体ちょっとめちゃくちゃ分かりづらいと思うけど、高山駅からまあこんぐらいの距離です。まあ分かんないよね。ここまで来たらもう帰ったらちょうどいいぐらいになるんじゃないかな。ここから駅まで戻ったらちょうど10キロぐらいになるんじゃないかと思います。なので今から帰ります。はい、朝市が行われる場所に戻ってきました。もう6時過ぎてるのにやってないってことは、7時からみたいですね。残念。はい、駅に帰ってきたんですけど、まだちょっと足りないんよね。 7.46 キロなんでもうあと 2.54 キロ歩きます。で歩数は1万歩を超えました。もうちょっとプラプラします。歩いてたら、まあ、10キロ超えちゃったんですけど、まあ、まあいいでしょ、10.16 ぐらいね。はい、ということで、10キロ歩いたら 13,766 歩になりました。イエーイ。